はい、おはようございます。サラダ農園です。今日は11月27日ですね、水曜日です。今日はですね、道の駅の方が休みなんで、道の駅の出荷がない分ですね、昨日の、続きですね。こちら、上と下の、補助のですね間の、あぜ部分ですね、転作利用のですね、ちょっと点検に来られるということでですね、あぜとかも草を買っておかないといけないということで、草刈り作業ですね、やってきました。やっぱりですね、昨日、ブームモアで、あれはハンマーナイフモアだったんで、結構ですね綺麗に刈り跡もですね、粉砕されて綺麗な感じにはなってるんですけど、やっぱり、刈り払い機で切ったら、買っていくとですね、もう草がそのまま残るんで、まあ、見た目はちょっとあんまり良くないんですけど、まあ、一応ですね、向こうの端まで全部刈ることが朝できました。あとネギ補助もですね、確認がありますね。ネギ補助のですね、少し草刈りも、やっておきました。はい。で、昼からはですね、ヤンマーさんがちょっと主催でですね、ネギ、白ネギの栽培に関するですね、農機具の、実演会等々があり、あるということなんで、ちょっと昼からですね仕事を休んで、そちらの方ですねちょっと、動画撮影、行ってみたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、こちらはですね、先日定食した、サニーレタスですね。朝はですねこのような感じで、ちょっとトンネルを片側だけはぐってですね、換気をしてやるようにしております。まあちょっと換気してないとですね、あまりにも、マルチトンネルの中がですね熱くなりすぎて、ちょっとサニーレタスがダメになってしまいますので、だいたいですね、朝から、夕方ぐらいはですねこのような感じで、換気作業を行っております。まだちょっと続きが定食できてないんで、定食作業の方を行っていかないといけません。で、苗もこれだけじゃないんで、ちょっとですねこちらの残りの部分も、トラクターですいてですね、またちょっと石拾いの方をして、それからですね畝の方立っていきたいと思います。はい、サニーレタスのですね様子はこんな感じです。はい、こちらはですね先日、ナルチッソをかけたですね、ナルチッソをかけて紹介した、白菜の畝なんですけど、ちょっと若干分かりにくいとは思うんですけどね、これ見てください。これ葉っぱがちょっと復活してきてます。こちらもですねちょっともうここはあの多分硬化したりしてですね元気がなくなってるんで、ちょっと復活しようがもうなく、ちょっと手遅れ気味だったんだと思うんですけど、見てもらったら分かると思うんですけど、外葉がですねだんだんこの下の外葉を見てください。これ立ち上がろうとしています。全体的に見てもですねちょっとなんか立ち上がろうという力が見受けられますね。はい、まあ、全然動いてないものもあるんですけど、この辺もですねもうペタッとくっついてた、葉っぱが立ち上がろうとしています。でちょっと中はもうスカスカなんで、もっと早くやっとけばよかったですね。早くやっとけばよかったというか、早く平野君に教えてもらっとけばよかったですね。ちょっと復活の兆しはありますね。だからもう少しですね、ひどくなる前にちょっと気づいた段階でですねナルチッソをやっておけばですねちょっと復活していたのかもしれませんね。この手前の大きな白菜はですね復活ちょっとしてますね。で、中もちょっとスカスカじゃなくて重たくなってるような感じがしますね。やっぱりナルチッソで、元気がちょっと出てるみたいです。はい、という感じですね。ちょっとうちの、白菜の補助は手遅れ気味だったんですが、もっと早くやっとけばですね大丈夫だったみたいです。はい、そんな感じでナルチッソ効果
ありますね。まああの、まあ、これは緊急対応ということで、まあ、なる前というか植え付け前に、定植前に、コッコリンを撒いたりですね、まあ、薬剤を撒いたりしてですね、対応しておけばいいんですが、平野くんはあのゆいカイトさんとちょっと、話をしてですね、結構カイトさんのところは、ベハを上げるために石灰をもう補助が真っ白くなるまで、散布したりするということで、まあ、そういう方法もあるみたいなんで、まあ、皆さんですねちょっと参考にして、まあ、薬をやるよりは、まあ、石灰でベハをしっかり上げて、猫ぶにならないようにした方がいいのは、まあ、食べるのにはね健康的にはいいと思いますので、まあ、そのような対策もありかと思います。はい、そんな感じで、今朝ですね、草刈り作業をしてちょっと白菜の様子と、サニーレタスの様子ですねちょっと紹介しました。今日はちょっと天気が悪い予報が出てるんですけど、ちょっと実演会に行くんでできれば天気良くなってほしいですね。豆トラ、これがあればもう最強だね。これ足広げれるんや、うん、調整できる、調整でもなんかね、でかいバージョンとちっちゃいバージョンがあるはずない、うん、何センチから何センチまでのと何センチから何センチまでの、これがあれば脱げそうじゃないけど、うん、だいぶユーズドされとるね。うん、似合う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 。これなん？モネが言ってる？いやダメなんですよ、十三。さ、うん、あ、これが上げ下げ。青年だったっけ、よかった。いつ金曜日はもう全部下がってるけど。じゃあ。被害になったね。これはアリアリミスさんで。アリミス。はい。ざっくり準備します。はい。コースで引っ張らんでもいい。ゴージャスですよ。で、ネギアーキーとネギ用のやつの中で、大体5投稿なんですけど、これ7投稿。特殊バージョンです。7投稿。これはいっぱい食べるよ。で、これ白いやつ。これは、これと相反して、少量噴霧の静電噴霧。静電噴霧。で、うちとしては、静電噴霧をお勧めします。ですけど、使ってますね。使ってますね。方法によってはあの一部その時期によってはやっぱ大量にかけないか時期もあるんで、それはこれでありっていうやつなんで、だから両方やってます。じゃあ今から動かします。はい、それではこちらはこれ、はいです。今度はこちらやりますんで一旦前行きますね。はい、静電ノズルからの散布です。見ていただきたいのは水系
煙が立たないこと。一応この違い、でもミノルさんとうちとで別にミノルさんが悪いとは私は思ってないです、ただお互いにあの求めているところは若干、ま、あの違うよと。あ、違うんです。行く道が若干違うよというか、でそれ説明します、はい、メリットデメリット。まずミノルさんのその、まあ、曲盤が見えてますよっていうメリットは、帯電率はやっぱり向こうの方が瞬間では高いです。あ、はい、高いです。瞬間パフォーマンスも向こうの方が高いです。やはりこれカバーをしている分だけそこで電子を与える能力が若干減るんで、はいはい、で若干減るのをあのカバーするために今これターボモード、エコモードと要は電圧が高いものをうちは起用しました、はい、これで要は遜色ないようにはしてます。でも若干のパサーありますっていうのが今のこのパフォーマンスでした。これはダミノルさんのメリットでありうちのデメリット。じゃあ逆、じゃあこれのメリット言うたら、1ターン分2ターン分巻いてもあの被覆してるんで当然、薬液を撒いたら跳ね返られますよね、はい、薬液は粘着剤なんかつけたら余計でベタベタしますよね。そしたら極板についたらパフォーマンスはなくなるんでゼロになります。いや漏電ってなります。電気が流れた時に水を垂らしたらこれ漏電ですよね。だからあのミノルさんの場合はこうやって切りながらやってください。これが指導です。そうな、はい、聞いてないですけどあ、それは説明書の中に書いてあります。書いてあるんですね。で一回一回、パーツクリーナーみたいなやつでちゃんと曲盤を洗い流してくださいって書いてます向こうの方は。ただその手間をやるかやらないかっていう部分ですね。やったことないです。ただ一旦分巻いた時に必ずその漏電って起きるんですよね当然。まあそうですね、うん、だからあの水が、溜まらないように最近ではこの電気を用いて温熱ヒーターとかあります。あ、すぐ乾きやすいように、はいはい、まあ、まあうちらはめんどくさい、そこまで機能は持たなくてもいいよっていうのは、まあ、起伏しているからこそ1ターン、3ターン、5ターン巻いても同じパフォーマンスでいきますよ。これがうちのメリットです。だから手離れはいいですよ。で頭も小さく小ぶりにしてますよ。ですから、まあ、手振りもあそこにありますけど 軽いですよ。向こうの方は大きいですよ。だからお互いに、メリットデメリットがあるんでね。瞬間パフォーマンスは皆さんの方は確かにありますけど安定散布の方はうちの方が完全にメリットはありますっていうところです。ですから正直、うちへ切り替えていただいているお客様も多数ありますので、まあ先ほど見ていただいた切り入れは全てですので、俺の動画めっちゃ散ってきよね、うん、うわーって。そうそうそうそれおそらくアースの問題もあると思いますね。そうですね、はい。でうちのこの、静電作っても10年になります。で皆さんが11年、確かにうちは2番煎じですがその方向性とかやり方を変えての独自開発なのでこれはこれで十分メリット。しかも常用管理機のオプションで、まあ、全部にはつきませんけども、はい、オプションでバー式静電ってなります。はい、これヤンマーさんの HV231 って去年から出してる上管用、これも静電、これは 9000V です。これもやっぱりバンバンつきますから、それはやっぱりやり方があって、ただアースっていうのは非常に大事です。これって今例えば強率とかああいうの持ってて、はいはい、こうノズルだけ変えるとかっていうのはできます。はい、別にうちのやつだけですってそんなこと言いません、はい、ノズルだけ、ノズルだけ交換できますんで。ただし、このまあ取り付け方法、これの辺に対して、まあ、若干プラスアルファ当然ジグというのは必要になってきますので、はい、それはやっぱり現場見させていただいて、どういったものが必要かな。恐竜さんとは多分これ同じこのバーをつけてますんでこれだと可変できます。CN2 ノズルついたよ。でこれギュッとやったら出なくなる、うん、出なくなります。あ、やっぱり、はい、ここはまあ元はヤマホでヤマホさんっていう、まあ、ノズルメーカーですね。そこをタイアップしてうち専用で作っている構造にはなってます。どこが言うたら例えばこの電極部分をサポートするこういったアダプターですね。はいはいはい、でこの一番先っちょの噴光はこれはミノルさんと一緒です。サイドはどうかは知らないんですけど一緒です、はい、0.7、0.7 と 1.0 2種類しかないです、うん、はい、ミノルさんも2種類あったと思います、ええ、前は 0.8 だったんだけどもうほとんど出ないので 0.7 から 1.0 から、はい、一応その2つ
だからこれで止まりますし、今こちら飛べてるんですね、うんうん、これに出すように、うんうん、すぐすぐ。でも先ほど見ていただいたように、うん、ドリフトがなくなりますし、小水量でいける、しかも付着率が良くなる、まあご覧の通り右手左手は変わらん、うん、この右手、うん、ドリフトしまくりですわうち多分アースもしくは、うん、その電気が多分ついたり消えたり、ついたり消えたりしてるはずです。ああ、だからどっか漏電してるんです。そんなの関係ねえだよこういう付け方ができる、うん、これはい、改造してます。改造してください、田坂さん、うん、ここにこれつけるだけでしょ、多分、うん、先っぽにね、これつけるだけ、ね、これを実際やるんでしたら、こいつをもっと上上げて一本バー垂らして、バーから L に曲げて吊るさないと、うん、このワンタッチカプラーで出た取り外しできるようになってるんですよ。ワンタッチなんですね、うん、だから他のノズルが使えるっていう、だからこれはこれ、こればっかりではつまらんから、もう工具なしでできるようにしてるんですね。ワンタッチとかね、勉強になりましたね。いや、ワンタッチうちもつけとるけど、この、うん、直じゃない、ずっと何コード、コードじゃないコースランス、コースだからこれ真上で真横にできるんで、真横にしてこの距離を測って、ま、真下に、まあ本当はこれ、まあ、今日はデモ用なんでこういう風にしましたけど、本当はこれ真下に吊るさないとここのオーリングは傷むんで、まあ、傷むんで真下に吊るする方法、まあうちはやるのとは別に、ちょっと写真撮っていいですか、だいぶ映像も残った映画の。ネギ取りもね、こうやって、うん、頭買って、今年すでに残したけど、もう200枚あるしね、うち。ほんまよ、ブイーンっていくだけよ。バックか、これ。バックしていくんだね。うん、そういう向きだね。あら。似合うわ。これがあれか。サイド。え？これがサイド。サイド？これがサイド。ああ。はい。え？クラッチは？え？クラッチは？クラッチ？何？これがクラッチ？それクラッチじゃない。いや補助。手動ブレーキ。あ、そうなんですか。クラッチないんです。セルセル回らんし。あれ。補助ブレーキに左セル回らん。おお。回った回った。ご購入で。そうですね。あ、そうですね。あらら、あらら、あらら。結構来るね。これ引っ張りくんもつけれるけ、やっぱり JA で買ってもらって引っ張りくんを2台後ろつけてどっかで見たな、どっか見ましたね、あるけやっとる、どっかで見た。
たな。誰かやってるやつ。これ浜崎君ダメだったってやつやね。そう、うん、あんまり綺麗に植えんらしい。あ、そうなの、うん、で、こけるんだ。これ吸っていったやつじゃない。まあでも、鳥取はあれかもしらん。あの、なんかね、ミノルのやつかもしらん。あ、専用セルトレイの、うん、これ多分200ケツかなんかのやつだろ。200ケツ、200ケツだけ。200ケツだいぶいるね。うん、だいぶいるよ。264ケツかいね、うん、チェーンポートだったら264、うん、で、最短が 7.5センチ。 広いね、うん、だいぶ広い。だいぶでかいのができる、ぶっといのが。303が5センチぐらいかいね。5センチ、うん、しかもこれ三流巻きだね。三流巻き、そうか、一応広い。二流三流だね。二流三流、うん、2.5。だってチェーンポットはどうしても結構するでしょ、うん、でこれだったら消毒してこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。測り放題今。まあ持ってきたるけな、うん、その爪じっ、え、爪の方が出てますよ。あ、確かに爪の方が出てますよ。爪はこれ取れるもん。あ、そうか、そうか、83センチぐらい、うん、入るね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 。でも83って余裕見んといけんけ、120ぐらいいかないかですね。